ロンドンの近郊路線で標準となったエレクトロスターサウスイースタン所有者の内装。エレクトロスターはアドトランツと後継のボンバルディアトランスポーテーション車が生産する電車のシリーズ名である。ダービーのボンバルディア工場でイギリス国鉄民営化後の1999年から2017年までの18年に渡り製造された。基本設計を同じくする機動車シリーズとして ターボスターがある。ロンドン近郊と周辺地域を結ぶ路線を中心に投入されている。最初の形式は1999年に登場した357型で、これに続いて375系、377型が登場している。2009年には、ロンドンオーバーグラウンド向けに378系、キャピタルスターが投入されている。 南アフリカへ輸出された車両もあり、ハウトレインのヨハネスブルグプレトリア間とヨハネスブルグ国際空港線で運行されている。これらはダービーで南アフリカの企業と共同で生産される。357型、375系、376系、377型、378系、ラスト、エバーエレクトロスターフィニッシュとインダービーヤズ18。 イヤーズオブプロダクションカムツーアンエンドレールテクノロジーマガジン2017年11月28日ありがとうございます。